おかえりなさい。おはらんな。おはらんな。YouTube。いや久しぶりですよ。久しぶりに歌ってみたがやってまいりました。うん、俺がね、はい、LINE で、そろそろやろうよまたって言ったんだよね。あ、そう。言ったじゃん。よかったです。実現しました。ねえねえねえ、本当に、首を長くして待っていた不安の方もいてくれてると思います。ありがとうございます。本日お届けするのは、あの沢田研二さん、ジュリー、うん、勝手にしやがれ。ああ、勝手にしやがれね。本当にかっこよかった。日本の、歌謡曲、J-POP 史上で、ベスト3に入るぐらい、かっこいい歌だよね。いや、そんなかっこいい歌、かっこよく歌わないとまずいですね。まあ、でもいいんじゃ、ジュリーは超えられないから。超えられないんです。そもそも超えられないんで、ね、ちょっと、歌わせていただきましたぐらい。歌わせていただきます。なんでこの歌を選んでるかっていうと、これからお届けするシリーズがあります。はい。それはですね、これです、ヒントは。イカキング。イカキング。ね。まあ、説明は後でしましょう。うん、それでは、ご覧ください。ジュリーで、勝手に仕上がれ！壁際に寝返り打って背中で聞いている。やっぱりお前は出て行くんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集め、カバンに詰め込む気配がしてる。行ったきりなら幸せになるがいい。戻る気になりゃいつでもおいでよ。せめて少しはかっこつけさせてくれ。寝たふりしてる他人出て行ってくれ。ああ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 ボトルを抱いて夜更けの窓に立つ。お前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと起きてみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない。というのに照れてただけだよ。夜というのに派手なレコードをかけて朝までふざけよう。ワンマンショーで、勝手にしてください。どうでしょう。盛り上がりますよ。これは盛り上がりますよね。思い出したな。昭和40年代ぐらいですからね。そう、俺が高校ぐらいの時だよ。ほんとかっこよ。パーンってね、出て行ってくれって帽子に投げ、帽子を投げるんですよね。そうそうそう、でね、あれマネージャーがね、あーってね拾いに行くんですよ。あ、帽子をね。あれ客席に投げてたんですか。客席とかいろんなところにね、まあ方向定まんないんですよ。たまにカメラマンにぶつかって、カメラマンにごめんねとかね。実はですね、あのバックスランプが、デビューしたての頃、中野の声が耳だけで聞くと
ジュリーの声にそっくりじゃないかっていうね意見が出たんですよ。で聞いたの、本当だ。だからあ、やっぱり中野はいい声なんだな、その時に気がついたわけですよ。ああ、そうなんだ。そうそう、だから声だけ聞くとジュリーなんですよ。かっこいいね。声だけ聞くとジュリーなんですよ。でパッて見ると岸辺四郎なんですよ。顔見ちゃうと岸辺四郎。じゃあカエさんね、ずーっと俺のことね、高校の時からずっとまあ高校の時ね、俺ちょっとこれそうそうそう、髪の毛が長かったからね、お前は岸辺四郎に似てる、岸辺四郎に似てるっつって、なんかね、小馬鹿にしてましたよ、私のこと。まあ、だって似てるなと思って、でも、なんか私はね、岸辺四郎には似てないんですよ。私の母が、岸辺一徳さんに似てるってよく言われてたんですよ。中野のお母さんが、はい、岸辺一徳さんに、まあ、中野お母さんそっくりだからね。とにかくですね、とにかく私は岸辺四郎さんには似てないと思ってるんだが、河合さんは私が岸辺四郎さんに似てるという、そしてうちの母は岸辺四郎さんのお兄さんであるところの岸辺一徳さんに似てると言われる、まあ顔の形が似てるまあ要するに言いたいことは、要するに似てるんだよ、悪かったよ。いやいやいや悪くない、中野の声はジュリーの声に酷似していると、はい、これは事実だ。目を閉じて聞けばジュリーである、目を開けて聞くと岸辺四郎であるということが言いたいと。だからいい声であると言いたいわけです。似てるんですよ皆さん、皆さんも目を閉じて聞いてみてくださいさあ、それではですね、なぜこの歌を選んだかという、この T シャツご覧ください。この T シャツはですね、イカです。イカゲームではないです。これイカキングといってですね、アマゾンプライムで放送されましたマスクドシンガーという番組に、私このイカキングというマスクをかぶって出場しました。あ、なるほど。その時に歌ったのがこの歌なんです。なるほど。この歌は流れてないんです。なんでだ、似すぎてたから。違います。違うんだ。マスクドシンガーっていうのは勝ち抜きしていくわけですよ。寂しいね、負けちゃったんだ。そう、2曲しか歌ってない。その上のために取っといたんですけれども、あの歌えなかったんで、今日ここで歌って成仏させよう。そういうことか。ということで歌ってみた、ご覧いただきました、ありがとうございました。イカキングの曲、次も、アップしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。またランダー、イカイカ。押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく。押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく。押して押して